さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。82回目の今回は、選手生命に関わる大怪我を負いながらも、復活し活躍した選手の紹介になるよ。その選手とは、広島に17年在籍していた、山崎雄三選手だよ。それじゃあ早速、解説始めていくよ。山崎雄三、1958年4月15日生まれの63歳、広島県広島市中区出身の元プロ野球選手だよ。引退後はコーチ、二軍監督、野球解説者、野球評論家を務めているよ。愛称は雄だよ。崇徳高校では、1976年、3年の時に1番打者、遊撃手として春の選抜に出場。決勝で小山校を下ろし優勝を果たすよ。夏の甲子園では3回戦で、長崎海星校に敗退。当時は超高校級の遊撃手と騒がれ、1976年ドラフト1位で、広島東洋カープに入団。1978年後半から、当時監督だった小葉の勧めにより、高橋に次いでスイッチヒッターへ転向。しかしその高橋がいたため、遊撃手には定着できず、主に二塁手として起用され、1979年には24試合、1980年には75試合の出場を果たすよ。1981年3月8日、オープン戦の日本ハム戦で、村井の打球を追って、コンクリートフェンスに激突し、右膝を骨折し、全治2ヶ月の重傷を負うよ。この時の室外骨は粉々になっており、手術は粉々になった骨をかき集めて、ワイヤーで皿状にくくるという、前例のないケースで行われ、一転して選手生命の危機を迎えたよ。1981年のシーズンは棒に振ったが、翌1982年には二塁手、外野手を兼ねて、86試合に出場し復活。1983年には開幕戦から、山本に代わってセンターを任され、レギュラー定着を果たし、高橋と共に、チャンスメーカーとして起用され、6月以降はセンターを長島に譲り、自身は主にライトを務め、同年は打率3割5厘を記録。翌1984年は130試合に出場、打率3割1分9厘を記録し、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を初受賞。また同年は、26試合連続安打を記録。そして1985年は打率3割2分8厘と、3年連続で3割を記録し、2年連続で、ベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞。1986年は、3年連続で130試合に出場し、2割7分5厘で前年より記録を落とすよ。1987年は、4年連続で130試合に出場、打率2割9分4厘を記録し、3度目のゴールデングラブ賞を受賞。1988年は5年連続で130試合に出場、打率2割4分を記録し、4度目、2年連続でゴールデングラブ賞を受賞。1989年は6年連続となる130試合出場を果たし、打率2割6分6厘を記録。1990年は、1983年の10月16日から、同年の年4月28日に途切れるまで、803試合連続出場をしているよ。しかし、打率は2割9分4厘を記録。1991年は122試合に出場、3割1厘を記録し、1985年以来の3割を記録。そして三塁手で初のゴールデングラブ賞を受賞。その年以降、徐々に成績を落とし、1993年シーズン終了後に、現役を引退。引退後はコーチ、二軍監督を経て、2001年から一軍守備走塁コーチを務めたよ。2006年から再び二軍監督に就任し、2011年まで務め同年限りで辞任したよ。2012年からは中国放送の野球解説者と、中国新聞の野球評論家を務める傍ら、広島東洋カープジュニアチームの監督を務めるよ。また同年より、崇徳高校硬式野球部、OB 会副会長に就任しているよ。さあ、今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想。っていうか今回の山崎選手の情報がどうも少なすぎる、そう感じたね。怪我のことは知らなかったけど、そこから復活し6年連続全試合出場を果たすことができた。ウプ主が見始めた時には、二軍監督を務めていた時代で、もしかしたら次期監督候補だとも思っていたんだけどね。経験値も豊富ということもあって、監督も面白いと思ったんだけど、今のところそんな動きもないし。ってなわけで、今回はここまで。それでは、ご視聴、ありがとうございました。